クール池男子、犬系男子、最近〇〇男子とか本当多い気がする。何かが突出してるわけじゃない自分には関係ない話だけど。袋ください。はい。財布忘れたんだ。いや今のははずい。あの、音漏れのレベル超えてます。わざとです。今日こそは定時で帰りたい。え、今飲み口間違ったな。予想もいい感じじゃん。ソックス2種類組み合わせたんだね。いや普通に間違えた。うちもやろっかな。あなたの周りにもいるかもしれません。クールでかっこよくて、だけどちょっぴりドジな男子たち。